が、三北駅は、大阪府堺市南区桃山台2丁にある、仙北高速鉄道線の駅。駅番号は、SB04。仙北ニュータウンの津賀地区と呼ばれる細長い、丘陵場にある。当初は1975年春に、泉ヶ丘孔明池間を一括開業する計画となっており、当駅はその中間駅として開業する予定だったが、津賀地区の整備が、 早期に進捗したことから当駅までの区間を先行を開業した。駅名については、3ブロック構成の仙北ニュータウンのうち、石津川和田川間のブロックを大阪府が津賀地区と名打って開発したため、当初は津賀駅となる予定であった。しかし、駅が三北地区の日の清に所在していたため、三北地区の住民から三北駅とするように要望が出された。 この要望に対して、津賀が属する上、神谷地区の住民が反発し、調整が難航したが、津賀と三北を併記することで両者が妥協し、現在の駅名となった。駅名に中黒が入っているが、日本国内では、万座、風和口駅、中央大学、明城大学駅、元町、中華街駅など事例が少ない。島式ホーム一面二線の京城駅。 改札口は1カ所のみ。2019年時の調査結果による1日平均乗降人員は19,582人である。この数字は中本駅を除く仙北高速鉄道の駅としては最も少ない。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。南海バス南側ロータリー、エアポートリムジンバス、三北線を除き、 戦国営業所担当北川ロータリー、光明池営業所、担当2017年8月25日まで三北線、西区役所前駅は、かつての町内系統の名残から、同停留所で一系統を大鳥シャトルバスと接続しており、家にも、堺、東駅前駅利用時と同一運賃で利用できたが、これに対して堺、東駅前駅は、 西区役所前には立ち寄らなかったためで下車することになる、利用の際は注意が必要であった。2017年8月26日のダイヤ改正で、全便堺東駅前発着となり、大鳥シャトレバスとの乗り継ぎ運賃制度は廃止された。また、横山高校前発及び、当駅始発の堺東駅前後も西区役所前に、停車するよう変更された。 2019年9月23日から JR 大鳥駅前に大鳥駅前バスターミナルがオープンし全便が経由するようになった。同時に西区役所前のバスロータリーは閉鎖され旧大鳥駅前停留所が解消された。堺市乗り合いタクシー津川文化会館大阪府南堺警察署公園その他文教施設ありがとうございます。